指揮官、新春おめでとうございます。人類は蝶風と今年の春練を準備していて、そしてこの状況は差し詰めインターバルといったところでしょうか。指揮官は何もしなくてもいいですよ。そこで事の成り行きだけご覧になっていただければと。指揮官のそばにいるとドキドキして落ち着かなくて、理由はわかるけど、でもコホン、今のは独り言として流していただければ幸いです。ことわざいわく、早きことは頃合いよきことに及ばず、せっかくここに来たんですし、そこにおかけになってはいかが。こちらのことはどうぞお構いなく。蝶風、どうかしました？まだ見つかっていないのですか？いたずら、さて何のことかしら。春練を隠す身を切らしていますね。すみません指揮官、少し炭をするのを手伝っていただけないでしょうか。今ちょっと手が離せなくて。ええ、後でお茶をお入れいたしますよ。明石がくれたアイテムは便利ですね。使い走りのための特製まんじゅうロボ以外にも、花火を打ち上げるか獅子舞ができるか、武順たちもきっと気に入ってくれると思います。蝶風にいたずらしてみたいのですか？ええ、ほどほどにお願いしますね。指揮官、蝶風もここにいますよ。そのような趣味があるとは思ってもみませんでしたね。髪をおときになさるのでしたら、明日から一週間だけ毎日整えていただいてもよろしくて。指揮官、新しい任務です。仮に蝶風が知らせるとしたら、きっと手を動かすまでずっとぐちぐち言い続けるのでしょうね。任務完了しました。これからお食事をとって、お風呂に入ってぐっすり寝れれば嬉しいですね。指揮官宛てのメールがありますよ。手が離せないのですみませんが、机に置いておきます。足が少し疲れちゃいましたね。あ、指揮官、凱旋したばかりなのにすみません。少しお力をお借りしてもいいでしょうか。委託組が帰還したようです。仲間たちへのねぎらいをどうかお忘れなく。情報型防護巡洋艦2番艦、蝶風の妹にして陰類と申します。陰類が姉とじゃれ合うのをもしご覧になりましてもどうかお構いなく。姉妹仲睦まじいゆえのことでございますので。
機関、長宝もここにいますよ。そのような趣味があるとは思ってもみませんでしたね。明石がくれたアイテムは便利ですね。使い走りのための特製まんじゅうロボ以外にも、花火を打ち上げるか、獅子舞ができるか、武人たちもきっと気に入ってくれると思います。髪をおときになさるのでしたら、明日から1週間だけ毎日整えていただいてもよろしくて。長宝にいたずらしてみたいのですか？ええ、ほどほどにお願いしますね。